どうもこんにちは、パスタマニアです。今日は鶏肉を使ったスパゲッティに挑戦してみたいと思います。鶏肉は事前に一応1日前ぐらいにジップロックに入れて仕込みをしました。さあ美味しくできるでしょうか。それでは最後までご覧ください。どうぞ。よし、ニンニクカットからいきます。このニンニクはマリネ用のニンニクです。細かく刻みます。皮付きの鶏もも肉です。結構筋があったりするので、それを取り除いてから細かく刻みます。大体一口サイズぐらいに。皮がお嫌いな人もいるかもしれませんけどね、皮から美味しいエキスがいっぱい出てきます。塩コショウをして揉み込んでいきます。ジップロックに鶏肉を入れて、マリネ液を作って入れていきます。まずオリーブオイル、それから白ワインです。ニンニク、先ほどの。今回はローズマリーとタイムを使います。これはお好みでいいと思いますよ。ローズマリーはとても鶏肉と相性がいいです。最後にローリエの葉を入れておきます。あ、忘れてた、レモンの汁を入れます。はい、これで下準備完了ですね。冷蔵庫でしばらく寝かせます。よく揉み込んでおいてくださいね。今回ニンニクはスライスなんですけど、真ん中の芽の部分がやっぱり焦げやすいので取り除いていきます。結構これめんどくさいですね。オリーブオイルでガーリックをソテーしていきます。この辺で引き上げておきます。マリネ液の浸した鶏肉を炒めていきます。
特に皮の部分はよく焼いた方がいいですね。さらに先ほど刻んだネギも加えていきます。青のりじゃないや、のりを炙っておきます。これは最後の仕上げ用。今日のパスタはテフロン加工の 1.8 ミリです。ツルツルしたパスタですね。先ほどのフライパンにゆで汁を加えて混ぜていきます。約1分ぐらいフライパンの中で茹でるような感じですね。よく混ぜ合わせます。最後にこれは実はだし醤油です。火を止めて混ぜ合わせていきます。美味しそうですよ。レモンの皮をすりおろします。皮はとても香りがいいので、ニンニクを飾って、あとは刻み海苔をかけていきます。さあ完成、食べていきましょう。鶏肉はあんまりパスタで使うことないんですけど、まあ、今日はオリーブオイルと白ワインとハーブ類で、マリネするという技を見まして、あ、これは美味しそうだなと思ってやってみたところです。実際作ってみたら、鶏肉にしっかりその味が染みついて美味しくできましたね。で、最後の仕上げにちょっと海苔を使ったんですけども、ここは迷うところで、本当はバターと醤油とかそっちの方に振ってもよかったのかなと思いました。ぜひおすすめします。よかったら作ってみてください。また次の動画でお目にかかれたら嬉しいです。それではまた、チャオチャオ、チャオチャオ。